吉田智発見動画チャンネルです。夕方の鈴鹿台の駅の前です。この鈴鹿台の駅前にあります南美津市の自治会によります、この駅前のちょうどこの電光のところにクリスマスのイルミネーションが飾られております。実際にこうして映りますと白っぽく見えますが、いつもこうした釣りの時にご案内しますように、ここはブルーとグリーンと赤の主に3色で構成されております。一部このオレンジ色に見えるところもありますが、おおむねこの3色で構成されています。もっと近くで映してみたいと思います。非常にこの上からは照明がこの照明がついておりますが、それでもこの非常に綺麗な色に見えております。毎年この位置にこのクリスマスのイルミネーションが飾られているところです。こうした位置です。駅の前、これは駅の鈴鹿台の駅です。ちょうど蛍光灯の色が白く光っておりますが、実際上はこの光カメラに光を感じている関係でこうした色になっております。非常にこの青色の部分が綺麗に見えております。田園都市店鈴鹿台の駅の前にあります南の美津市の自治会のクリスマスのイルミネーションでした。ご案内終わります。